内田亜矢 J カントリー。皆さんこんばんは、内田亜矢です。さあ今週も始まりました、内田亜矢 J カントリー。この番組は私内田亜矢がアメリカのカンザスと KBS をつないで楽しいトークと素敵な音楽をお届けする30分です。毎週毎週ね、皆さんからいろいろメッセージや質問なんか来ておりましてありがとうございます。今週もね、紹介していきたいと思います。ラジオネームアンさん、亜矢ちゃんこんばんは。こんばんは。コロラドとユタ州旅されたんですよね。日本にない景色が広がっていてよかったですね、と。そうなんですよね。以前何週間前にね、話しましたけれども、そのコロラド州とユタ州の方に旅行に行きまして、アーチの話、その自然に岩とかでできたアーチの話をひたすらして、全然スタッフさんたちにも全く分かってもらえなかったんですけど、もうあとは私のブログを見てくださいと投げたんですけれども、結構皆さんのブログをしっかり見ていただいたようで、あ、これかこれかと、これを見てからラジオ聞いたから分かったでと、いろいろ書いていただいてありがとうございます。また旅の様子ちょこちょことランダムにはアップしてまいりますので、よかったらブログの方ね、覗いてみてください。内田亜矢、ひらがなで検索してみてください。はい、ありがとうございます。そしてこの方、ラジオネーム胸板をめっちゃ叩く西ローランドゴリラさん、亜矢さんこんばんは。こんばんは。ご近所さん付き合いはどんな感じでしょうか？日本と似ていますか？私が住んでるところはですね、コンドミニアムって言って、日本ってね、マンション、アパートとか、まあ普通の戸建てとか読むじゃないですか。マンションってアメリカで言ったら、なんかもう超ゴージャスな、なんか、どこに住んでるね、すっごいとこに住んでるんだねって思われるんですよ、マンションって。マンションじゃなくて、基本的にそういうのをコンドミニアムって呼ぶんですよ。まあ、その、2、3階建てとかでも、もうちょっと高いやつとかでも。そう、アパートメントかな、アパートメントとかコンドミニアムっていうんで、とにかくマンションは全然違う意味に捉えられちゃうんですけど、私が住んでるのはそういう感じのところで、だから周りにすごいご近所さんがいっぱいいるようなところなんですけど、やっぱりすごいこっちの方はね、知らん人でもなんとなく顔見たことのある人とか、あと同じエリアに住んでるから絶対ご近所さんやなってわかる人とかやったら、もう顔あっただけでもう、はいって、もうニコって笑顔とか、もうちょっとこう車の中とかでもこう目とかあったら手を振ってこうようみたいな感じであげるとか、とにかく近所とか関係なしでもですね、もうどこでもほんまに目あったらもうニコとかもうはいとか、ほんまにそれがアメリカすごいなと思いますね。山登ってる時とかって知らん人とかあっても挨拶するじゃないですか。あの感じあの感じがもう普段どこでもこんにちはみたいな感じで目があったりとかしたら、もうニコ、こんにちは、元気とか、ほんとそんな感じですね。だからご近所さんも、それこそ犬の散歩いつもしてるおばちゃんとか、もう正直名前とかも知らないんですけど、あっても、こうちょっと立ち話したりとか、なんかそんな感じですね。すごい皆さん親しげで、もうすごいフランクに話してきはるし、まあ、こっちも話せるしっていう感じで。うん。で、ただその家に、行くみたいな、お邪魔するみたいなのはないですね。それもよっぽど親しい間柄じゃないといけないんじゃないかなと。まあそれは日本でもそうですよね。そらご近所でもね、突然家とかには上がらないと思いますけれども、まあとりあえずもう挨拶とか、そういうの立ち話とか、知らん人とかでもとにかく挨拶、笑顔、手を振るみたいな、下手したらもうウィンクしてくるみたいな、もうそんな感じですね。はい、そんな感じでご近所付き合いしております。うん、はい。というわけで、皆さん、何でも、よかったら、質問とか、近況とかでもいいですし、何でも送ってきてください、メッセージ。お待ちしております。はい。というわけで、今週のね、メッセージテーマは、無性に食べたくなるもの。秋ですもんね。お腹すきますもんね。はい。無性に食べたくなるもの、皆さんあると思いますので、これね、事前にメッセージいただいておりますので、ご紹介していこうと思います。はい。というわけで、この後6時まで、内田亜矢とお付き合いください。この番組は、キル岩盤浴 BS ファイン、加茂繊維の提供でお送りします。加茂繊維という会社をご存知ですか？日本から体の冷えをなくしたい。そんな思いで、新機能素材、キル岩盤浴 BS ファインを生み出しました。
1年365日あなたを冷えから守りたい。繊維の力で明日を変える、カモ繊維株式会社。内田やアルバム、あなたの板町。アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田や6枚目のアルバム、あなたの板町。詳しくは内田やオフィシャルウェブサイトにて。内田や J-Country KBS 京都からお送りしています。あなたの体を冷え疲れから守る、キルガン万浴 BS ファイン。さあ今週もこの方とお電話がつながってますよ。 BS ファイン鴨繊維株式会社会長の角野光俊さんです。もしもし。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どん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 寒くなってきていると思うんですけれどもね、11月も半ばになってきましたし、でもね、まだ20度台の日がありますからね。なんかそうみたいですね。異常気象ですよね。本当に温度差がすごそうですね、本当に。で、私いつもお話したように山の中に住んでるんですね。はい。紅葉らしい紅葉にならないんですね、山がね。だからなんか立ち枯れたような、あの草花が枯れる時ってなんか立ち枯れで黒くなって枯れてきますよね。なんかこう突然ガッて寒くなったりすると、そう赤とか黄色の色にならずに、はいはい、茶色っぽい感じで、なんか秋がなかったって感じですね、今年はね。なんかね、どんどん変わっていくんですかね、うん、そういった感じとかも ね、 そうですよね、四季もね、うん、だから日本人って本当に四季が移ろいが見えて、なんか情感ってあるんですよね。そうですね、わかります、うん、日本人ほどやっぱり美意識の高い民族ってないと思うんですよ。それやっぱり季節が明確にあるからだと思うんですよね。なるほど、だから本当に古い木があったらすぐ神木になったりね、路傍の石がなんか神様になったりするじゃないですか。でそれってやっぱり日本人ならではのやっぱり美意識だと思うんですね。だってあの、もともと漢字しかなかったわけですよね、中国から伝わってきて、はいはい、それがカナになり、カタカナになり、そうですね、でそんな国ってないですもんね。そうですね、確かに ね、 ね、だからそれはやっぱり、ね、本当にこれだけ豊かな自然と四季があるからこそ、心の中にそういうものがずっとやっぱり刻み込まれて、それが DNA となって日本人につながっていくんですね。日本人だと誇りに思いながら、はい、思ってください。で本当に寒くなってきたので足先が冷える方ってね、もういっぱいいらっしゃると思いますね、はい、でそうするとどうしても足先が冷えて、やっぱり中には霜焼けになってしまうとかね、いらっしゃいますよね。そんな方も多いと思います。それから冬場になると、そうは言ってもやっぱり乾燥してくるので、はい、あの肌やかかとがカサカサになる。かかとガサガサっていう方もめちゃめちゃ多いと思います。多いと思います。実は私も、ね、あのもう年齢が年齢なので、冬になるとやっぱりかかとが何気なく普通にやってるとカサカサになってひび割れることって結構あるんですね、はい、そうですよね。でその時に、実はいろんなやり方があるんですが、はい、BS ファインのしっとりポカポカソックスってあるんですね。はい、これすごい人気なんですよね。そうです、ポカポカソックス年間1万足以上売れてますね。すごい、本当にすごいですよね。でこれもともと新しいソックスを企画しようとした時に、はい、奈良県の靴下産地にある鈴木靴下さんともう十数年来のお付き合いなんですけども、はい、新しい企画ありませんかと言ってやってたんですが、なかなかいいものなかったんですね。で他にもないですかって聞いたら、いやちょっと両親に作ったのあるからこれ送ってみましょうかって送ってこられたんです。それがこのしっとりポカポカソックス。商品って不思議なんですよ。売れる商品と売れない商品ってのがありまして、はい、出来上がった時とかそうやってサンプル送られた時にパッと見た時に実は光り輝くんです。で来た時に、はい、えって思うぐらい輝いてたんです。じゃあやっぱりそれがこんなに売れてる。そうです。でその鈴木社長がやっぱり本当にご両親のために真剣に作られて、今までの技術を徹底して注ぎ込まれてるわけですね。でさらに誰かのためにって思いが詰まってるんですね。で彼が長年研究してやっと形になった米ぬか繊維、はいはいはい、保湿成分があるんですね。おで
鈴木靴下さんは保湿だけであれば米ぬか繊維のソックスたくさん売られてますから、はい、そちらで買っていただければいいんですけど、それに BS ファインを合わせることによって、はい、圧倒的に温かくて保湿してしっとりして、はい、で実はひどいカサカサであれば一度かかとにクリームを塗って、はいはいはい、履いていただければ多分 2,3 日で解決すると思います。いやでもこれちょっと騙されたと思ってやってみてほしいですよね。そうです、これやっぱり高齢のご両親のために作られて、足首にゴムがなくて、実はソックスってまっすぐなってるんですが、これ完全に足の形になってるんですね、はい、ブーツの形に立ちますよね。立ちますね。え、カモ繊維のビーズファインソックス全部立つんです。絶対的に全部立つんですね。全部立ちます、素材からやっぱり厳選してやってるので、はい、腰があるから立つんですね。いや、このソックス、実は私も持ってるんですけれども、はい、本当に先ほど社長おっしゃったように、ゴムが入ってないけどずってこない。そうです。し、あったかいし、そして本当に私もこうやって実験しましたけど、立ちました、ちゃんと。立ちました。もうそれだけで、その靴下だけで立ちましたし、あったかいし、蒸れない。はい。足先までじんわり温かいですね。あ、でしっとり保湿してくれるので、このソックス履いてるといいですし、はい、うん、で実は BS ファイン抗酸化機能があるので、まあ、女性の場合特にこれからブーツ履かれますよね。はい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 、そうですね、ブーツの中が匂いません。みんな悩んでるところですよ、それ。そうです、すごいありがたいですよ。私、ずっと BS ファインの靴履いてるので、会社でも、はい、上履き用に靴履いてるんですね、もう7年ですけど、はい、うん、で匂わないんですよ、靴によっても。でそんな冗談を言ってたらお客様が、はい、いやちょっと匂わしてくださいという方がいました。チャレンジャーびっくりしましたけども本当に匂わないってでソックス買っていかれました実際にちゃんと確認してから。そうです、そうです。いやすごいですね、ビーズファインの靴下はもう全、まあ、ビーズファイン全般がそうですもんね、その抗酸化だとか匂いだとか。だからソックスはね本当にたくさんあるんですけど、転倒対策とか、うん、外反母趾とか着圧とか、はい、で、うんうん、それぞれに全部使い方の 場面が違うんですね。だから旅ソックスとかウォーキングとか本当にたくさんありますので、皆さんの用途に合わせてお使いいただいたら本当にお役に立てると思うんですね。今からの季節だったら結婚の、ね、ソックスなんかとかも、ね、ありますし、結婚のソックス、はい、本当に一番あったかいですね。そうですね、やっぱウールも、ね、入ってますしね。ただこのしっとりポカポカソックスもレヨンとかウールが若干入っているのであったかいですね、はい、あ、そうですね、本当ウールも 6%、うん、そうですね、夜ね、お休みの時に使っていただくと締め付けないのと、うん、日中これを使っていただいても足元冷えなくて、夕方になっても足首の跡がゴム跡が全く残りませんからね。ありがたい、その、ね、その商品はとってもありがたいと思います。カラーもピンク、ブラック、ネイビーですかね。ネイビー3色です、はい、3色ですね。でサイズも S、M、L とありますのでね、はい、もうこれはぜひ、ね、寝るとき足冷えるって方もいいですし、普段使いも、ね、もちろんできますし、ね、足元温めるとね、体お腹も冷えないのでね。そうですよね、そうです、足元の冷えは全部にね関わってきますからね、うん、はい、はい、いやぜひともこのしっとりポカポカソックスぜひ試していただけたらなと思います。そしてそれ以外の、ね、商品もいっぱいあるんですけれども、体感販売会が京都ですね、京都高島屋の4階で11月22日ですね、11月22日の水曜日から28日の火曜日まで開催されますので、またね、まだちょっと1週間ほど、もうちょっとかな、ありますけれども、はい、またね来週の方もお知らせしたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんスケジュールのところにビュッと書いておいていただけたらなと思います。そして無料のパンフレットございます、カタログね、こちらサンプルリストバンドも1枚セットでお送りいただけますので、ぜひともお電話ください。キルガン番薬 BS ファインのお問い合わせ先です。0120-259-789 0120-259-789 カモ繊維までお問い合わせください。ホームページももちろんございますので、インターネットからキルガン番浴や BS ファインでぜひ検索してみてください。レディース商品、メンズ商品、寝具なんかもね、いろんな商品ありますので、ぜひともなんかプレゼントなんかにもねいいですし、あと冬自宅キャンペーンも今やってらっしゃいますのでね、はい、11月30日までプレゼントなんかもありますので、そちらの方もチェックしていただけたらと思います。はい、というわけで
また社長いろいろ来週もお話し、はい、させてください。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。内田屋 J Country KBS 京都からお送りしています。ここで一曲お聴きください。内田屋でさよなら。さてここからの時間は私内田彩がアメリカ生活で見たこと聞いたこと感じたことを交えつつ皆さんのメッセージ紹介していこうと思います。今週のメッセージテーマは無性に食べたくなるもの。秋は特にお腹が空きますもんね。まあそんなことを限らずして無性に食べたくなるものってねいっぱいあると思うんですけれども、もうねこれ読んでるとね私ももうあれもこれも食べたくなってたまんないんですけど、いきますね。あっきゃんさん、無性に食べたくなるもの。じゃがいも。バターをつけて食べたくなります。今の時期は新じゃがの季節。豚汁にじゃがいも美味しいですよ。じゃがいもか。こういう感じだったら、まだ私もここで食べれるから、ふんふんって安心して読めるんですけれども。ラジオネーム、やぶれがささん。食後の大福餅です。食後はウイスキーと果物やポップコーンで過ごします。それで十分やのに無性に大福餅を食べたくなってやめられません。毎日食べてはるんですか大福餅1個。あれ結構カロリーありますもんね。1個ね1個ね1個なって大福餅こっちでもね実はちょっと食べられるんですよ。まあ言うたらそっちで売ってるスーパーで売ってるような感じの大福餅ですけれども、1回冷凍されててそれがこう解凍されて食べるっていうやつですけれども、もうそれだけでも美味しい。こっちで食べるの
美味しいですね。でも毎日はちょっと食べたらあかんのちゃうかなと、ヤブレガサさんどうなんでしょうか。大丈夫でしょうか。キラメイピンクさん、毎週食べているのは王将の餃子、疲れた時には天一のこってり、551蓬莱の豚まん、シューマイに五座早漏の赤が食べたくなる。もうオンパレードじゃないですか。もうこれもう関西のね、もう関西の素敵オンパレードですね。素晴らしいですね。私もこれ全部食べたい、全部巡りたい。もう天一いっぱい来てますね、王将とかね、森山塾さん、王将の餃子と天一のこってりラーメンです。朝から食べたいと思うだけでよだれが出てきます。私も今ちょっと若干もう口の中が湿ってまいりました。食べたい食べたい。やまやんさん、海苔塩味のポテトチップスです。じゃがいもを薄く切って揚げたものになる海苔と塩をまぶしただけで、どうして無限に手が出てしまうのでしょうか。油断したらあっという間に一袋食べきってしまいます。だから私は健康のために海苔塩味のポテトチップスを封印しています。我慢してだいぶ経ちますが、いつかその封印を解除したいです。じゃあ明日ぐらいにどうでしょうか。解除してください。この塩っ気ね、私がね最近無性に食べたくなるのが、日本にはねないんですよね、あのチックフィレって言ってファストフードなんですけど、言うたらもうマクドナルドとかそういうケンタッキーとかそういう類のもので、こっちでめっちゃ売れてるやつの一つで、あの学校にも入ってるんですよ。で普段のもう道にもいっぱい、もうドライブスルーだのなんだのいっぱいあるんですけど、チックフィレってまた皆さん調べてみてください。もう本当にシンプルにあのハンバーガーのあれですよ、チキンバージョンみたいな感じで入ってるのもねすごいシンプルで、まあ、もちろん追加したら具材いけるんですけど、本当にチキンとピクルスとバンズとかだけで、でポテトがねワッフルなんですよ。あのだいたいファストフードってこう細いポテトイメージすると思うんですけど、ワッフル状、またそれもんって思わはると思うんで、またネットで調べてみてください。チックフィレ、これね日本に行ったらどうなんやろって思うんですけど、これのソースがまためっちゃ美味しくって、チックフィレ のオリジナルソースがあって、これなんかあのソースだけでも売ってたりするらしいんですけど、食べる時もねあのバンバンこうもらえて、それをチキンもディップしたり、チキンもね全然味ついてへんくて、あチキンに味ついてる、ただその何ですかソースとかが普通ねハンバーガーとかでこうソースとかビャって塗ってあるじゃないですか、そんなんが塗ってなくって、自分でその代わりチョイスしたソースをディップとか、まあそんな感じしながら食べるんですけど、でいろんなソースがある中で私がそのお気に入りのチクフィレのオリジナルソースがすっごい美味しくって、あの毎日食べたい。毎日なんか最近なんか学校行ってるんで週1回ぐらい私チクフィレ食べてますね。あんまあかんやろなとか思いつつ思いつつ、でも美味しくって、あれが私最近無性に食べたくなるものの一つですね。はい、めっちゃ美味しい、美味しい。よかったらあのアメリカ行く機会あるよって方はぜひ食べてみてください。おすすめです。はい、そして財布の中身13円さん、無性に食べたくなるもの、僕はたこ焼きです。キャベツと大きめのタコと紅生姜が入って甘辛いソースをたっぷりつけて食べるのが好きです。大阪のたこ焼きはキャベツが入ってないところがほとんどです。買いません。僕は京都の堀川北山のもう少し北に上がったところの鈴屋さんのたこ焼きが好きです。お昼は結構お客さんが待っておられて繁盛されてます。仕事の配達でこの近くに来たら必ずここのたこ焼きを買います。僕の口にストライクのたこ焼き屋さんです。あやさんも機会があればぜひと。ほらなんか美味しそうな感じでいいですね、鈴屋さんね。あなんかタコパしたくなってきました。あのたこ焼き作る機会ちゃんとアメリカに持ってきたんで、いつかやろうと思ってまだずっと置いてあるんで、ちょっとこれでやろうかなって今気がつきました。はい、ありがとうございます。続いてこの方、ラジオネームまこっちゃんさん、無性に食べたくなるものですが、うな重とお寿司ですね。うな重は格安店が近くにできたのでテイクアウトにて1週間に1回は食べているんですが、お寿司はスーパーに買い物に行った時売っているのを見ると無性に食べたくなります。うなぎ食べたい。うなぎ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 、日本海で食べよう。こっちないですもん、うなぎあるんかな。まあ探したらあるんでしょうけど、基本的にないです。ない。この方、天野純さん、寒くなるとつい味噌煮込みうどん食べたくなっちゃいます。この方名古屋の、ね、方ですもんね。あやさんはどうなのか分かりませんが、自分は大好きです。少し固めの麺がやみつきですと。これ味噌煮込みうどん、私も名古屋行った時
食べてました。最初食べた時こんな硬いんやって正直思ったんですけど、あれちょっと癖になりますよね。わかる、めっちゃ温まりますもんね。またこれも食べたくなりました。はあ、食べ物系辛いです。暑いでさん、秋の時期限定になりますが梨が無性に食べたくなります。あのみずみずしいシャキシャキとした食感が大好きです。例年はもらうんですが今年はもらえなかったので自分で産直市場へ行き20世紀梨を買って食べました。美味しかったです。とこっちね、梨ね、あの多分アジアンマーケット系に行ったら買えるんでしょうけど、普通のところではやっぱりなくって、あの洋梨みたいなのはあるんですけど、そうやし、まあ買おうと思ったら多分買えるはずですね。多分でも高いんやろなっていう感じで、はい。トワイライトムーンさんは焼き餃子です。特に王将の焼き餃子やミンミンの焼き餃子が無性に食べたくなります。皆さんね、いろいろあの指定がございますね。ここのこれや言うてね、美味しいですもんね。他にもラジオにもジンさんもね、天一とか王将とかもうだいたいそこら辺なんかな人気なのは。ジョニーさんは御座候の回転焼き、小豆が好きなので季節に関係なく食べたくなります。と小結び藤乃山さんはたい焼きです、あんこがいっぱい入ったやつです。そうか、でもなんか体質を改善しないといけないからあんまり食べたらダメなんですか。そうか、何かアドバイスがあれば教えて。と、もうそらあんま食べへんようにしてあんま食べへんようにしてなるべく歩く動くね、その無理はせずして、やっぱりね毎日ちょっとでもこう歩いたりするのが一番だと思いますよ。意外とね歩数って分からへんかったりするのにね、あの携帯とかでもね何歩歩いてるか大体分かるから、最近は。はい、皆さん歩くようにちょっとでも元気でいてくださいよ。はい、というわけで、引き続きお付き合いください。内田や J カントリー。鴨繊維という会社をご存知ですか。日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キル岩盤浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい。繊維の力で明日を変える、鴨繊維株式会社。内田やセブンスアルバムミュージックボックス。心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田やセブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田やオフィシャルウェブサイトにて。内田やジェイカントリー。 KBS 京都からお送りしています。アメリカのカンザスと KBS をつないでお届けしてまいりました内田彩 J カントリー。皆さんいつもメッセージ質問などなどありがとうございます。またね、何でもアメリカの生活これどうやこうやみたいな感じで質問でも何でも送ってきてください。メールの宛先は aya@kbs.kyoto 全部小文字で aya@kbs.kyoto。 ファックスは 075-431-2300。 また KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからもメッセージを送っていただけます。メッセージを送ってくださった方の中から毎月5名の方に内田彩サイン入りメッセージカード、そして BS ファインのサンプルリストバンドリパンフレットをセットにしてプレゼントいたしますので、欲しい方は住所とお名前も一緒に書いて送ってきてください。よろしくお願いいたします。そしてあの私内田彩のアメリカでの生活の様子はブログの方にアップしておりますので、よかったら覗いてみてください。アメブロでね内田彩、インターネットで内田彩、彩はひらがなで検索してください。よろしくお願いいたします。というわけでまた皆さん来週火曜日夕方5時30分にまたお会いいたしましょう。お相手は内田彩でした。バイバイ。この番組はキル岩盤浴 BS ファイン鴨繊維の提供でお送りしました。